回はビクタスの V01 スティフの方をアリデートカーボンの入った、ジャンジカ ALC の方に貼って仕出しました。ノーマルの、V01 のシートはスピード重視だったんですけども、この、スティフの方は、引っかかりを重視して回転重視のシートに、45度っていう、柔らかくもなく硬くもなく、バランスの取れたスポンジを合わせたラバーということで、要するに中級者にも使いやすい、ラバーになっていると感じました。特にやりやすかったのは、下回転打ってからミートで攻めるっていうような攻撃の仕方で、シートが引っかかりがいいので回転もかかりますし、要するに弾いた時も回転重視のシートと言いつつも、それなりに回転の影響を受けにくく、スポンジ45度のスポンジもあると思うんですけども、ミートも安定して入ってくれました。で、使いやすいんですけども、中陣で引き合った時なんかも全然力負けすることなく、回転量のあるボールが打てました。攻める技術だけじゃなくて、つつぎですとかブロックですとかも非常にやりやすく、特にブロックの方は弧線を描いて一回ラバーでボールを掴んで、その後弾き出す感覚があって安定して入ってくれましたし、その中で回転かけたり、弾いてカウンターしてみたり、そういったプレーも非常にやりやすかったです。